なんだよ。おい。バカ。ヤク。お前ら。え?だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。なんだと?ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ! Yeah!
相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだ。さあ行くか。ついてこいよ。の、来たな。ちゃんとついてこいよ。おい、そんなに急ぐな。おい、キリュウ。おい、そんなに急ぐな。おい、そんなに急ぐな。おい、キリュウ。何すんだよ。おい、キリュウ。こっちだ。お、来たな。ちゃんとついてこいよ。よかったじゃん。鳴海のことか。当然まだ決まってんじゃん。おい、気をつけろよ。おい、キリュウ。それでよくね。おい、キリュウ。
さあ行くか。行くぞ。おい、気をつけろよ。おい、キリュウ。おい、そんなに急ぐな。おお。何すんだよ。おい。相変わらず品のねえもん。そいつ何だ、不器用なりに一応分かってんじゃん。錦山君。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。は？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山君。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから
兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくとそれだけで小遣いくれるし俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使っても申し上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。